姫島駅は大阪府大阪市西淀川区姫里一丁目にある阪神電気鉄道本線の駅。駅番号は HS05。後期するが、淀川花火大会の日には、急行が臨時停車する。かつては、区間急行の停車駅で、朝の下りと夕方時間帯のみ、準急も停車していたが、2001年3月10日改正で、 区間急行の設定が一度消滅したことに伴い、準急停車駅となった。なお、区間急行は2006年10月28日改正で再設定されるが、この時当たり駅は通過となる。2009年3月、阪神南波線開通によるダイヤ改正で、本線準急は休止され、普通電車のみの停車駅になる。 また何はヨド川花火大会開催日には一部急行が臨時停車する。ホーム相対式ホーム2面2線を有する高架駅。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。改札口、コンコースは1階、ホームは2階にある。改札口は1カ所のみ。ホームはカーブしているため、梅田方面ホームは電車との隙間が広い箇所があり、神戸方面ホームとの隙間は狭い。 実際には校内に上記の乗り場番号表記はないが、スマートフォン向け、アプリ、阪神アプリの行き先表示機能では、上りホームが1番線、下りホームが2番線とされている。ホーム有校長は6両編成分。2019年時の1日平均乗降人員は14,002人で、ある。阪神本線全体では33駅中18位。 各駅停車しか止まらない駅としては、春日野道駅に次いで2番目に多い。JR 東西線三手島駅の開業を受けて、乗降客数は落ち込んだが、近年は横ばい傾向である。駅西側風景駅北側広場駅のすぐ南を、淀川が流れている。大阪市ティバス。ありがとうございます。